今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネルミニ、今回は岐阜の黄金神社を紹介したいと思います。黄金神社は金と書いて黄金と読むので、その名はズバリ金運アップに御利益がある神社として知られています。この神社は何といっても鳥居が見どころ満点。そう、ご覧の通り見事なまでの金色なんです。ちなみに金色の鳥居になったのは割と最近の2017年のこと。金色に塗られたのは錆が目立ってきたからという明確な理由があってのものなんですが、その名前の通り思いっきり金ピカに塗ったのは大したもの。なお、ここは毎月最終金曜日だけプレミアム黄金デイと銘打って特別な御朱印を発行。そう、御朱印もこの日だけ金色の特別バージョンとなるそうです。御朱印集めが趣味の方はぜひ毎月最終月曜日に足を運んでみてください。それでは次回またお楽しみに。